見事な曇り空、おっチャンネルです。今日もキャンピングカー作り頑張ります。前田さんもいます。お、さて今日もやるか。できてきたよ、かなり。できてきましたね。かなりな。これな、まだちょっといろいろ悩まなあかんところが結構あって、うん、ここら辺な、このこれが引き出したりとかっていうのが、うんうん、あの可動域の加減とかな。そうそう。でここまではできたんやけど、細かいところやもんな、こっからやな。うん。これまだ結構つじつまが合わんところがあって。つじつま合わんの。そう。ここにこの同じキーを、うん、これを、うん、こう交互にずっと並べてって。うん、で、半分がここに板一本打って、ざっとこっちに引き出せるようにしたいの。そうするとこれ30センチ高さが上がるわけや。まず高さ上がるな。うん、30。それでええの。それで36センチぐらいになって、36.5センチになって、計算通りの位置なんやけど、こっちを、俺うっかりしとって、これ15ミリなんよ、これが。この板が。これ仮に置いてあるだけやけど、これ最終的にこれをこう、開閉して、ここな、電気とか置くもんで、しようと思って、そうそうそう、うん、このまま置いてしまうと、うん、15ミリ足りないのよ、こっちが。12ミリの木横に置いて、うん、で、テーブルが18ミリな、うん、で、テーブルを蓋すると、ちょっと30ミリになるという計算まで。計算はな。うん、俺バッチリ頭ええやんと思ったら、奥が、なかったわけよ。頭の中には意味がある。いや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 。俺のこれ見てみ、もうこれ見たらすぐわかる、これ。ほら。こういうことやね。今日は絶対にソファーベッドを完成させる。はい。はい、完成させてね、俺あれ発注したいのよ。マット、上の。俺これだけはな、できてから発注せんと、絶対に後で発注して、それに。入らんって言って。そう。もう間違いなくそうなると思うから、それは怖い。うん、これだけは完成してから発注しようと思ってた。全然違うな。綺麗やよ、綺麗口。めっちゃ綺麗やよ。やっぱり違うな。こんな風に打っててます。はい、枠を全部打ちました。これにあとは板をぴったりはまれば、冷蔵庫の蓋ができると。できた。え、この方向、うん、この方向がいいんやけど、うん、キーボードじゃそっちがもうガタガタになってる。入らん。入ったよ。入った。あ入らんの。ひっくり返しや、あれやったらこういうこと。うん、入れちゃいますもん、これで。よろしいや。うん。しっかり考えないとよくなってる。これは何本？一足。一足。何メートル？180やわ。もう入って、横っ面の、もう一番目立つところに置いたの、はいはいはい、山積みに。一束？一足。6本やったかな。そう、6本やったか、8本やったか。1800？ うん。よろしくお願いします。はい、ね、これキャンピングカーにしたのか？キャンピングカーにしたのか？そうなってますよ。もういつでも寝とる。あら、ほんまや。この間も低くいたで、すごい車中泊しようや。もう10年前に。みんな変態ばっかりやからな、これ。頼ますわ。はいはい。
45。まあ、とりあえず11本をめどに切っててください。もう610円からそれに統一しとけば、610が外までやれた。600で、600、ね、600でいける。1305、うん、1305。おちゃんが出ないようになってくる。そうさ、おちゃん出るのに。みんな違うんですよ。俺はやりたいのにみんなやりたがるから、ついつい俺がやるとこなくなってしまう、ね、もうこれでまたネタにするんやろ。そうやっておっちゃんうまいな、ビス打つの。もうな、何百打ってるんだよ。もうこんだけ打ったんだから下投げるということも覚えたしな、うん、割れてくるで。歌んとうるさいしな、いろんな人。大工さんが最近動画チェックしやがるから。あ、そうなんや、うん、あの S 下さんやろ。 S 下さん、 S 下さん、もうあれ丸のこの歯かえなあかんでとか。あ、こっちは当たっとるよ、ちょっと当たっとる。こっちの角、そっち角生かしたら。こっちが綺麗な方がいいよ、これ。うんうんうん。お、蓋が入るといいね。ね、そうか、ここに合わさなかんでもな。これか、こうか。これなんさな。うん。ついこっちゃ。142。収まっとるよ。うん、ええんちゃ。うん。これぐらい。さっきライブで撮ったの。うん。さっきのはさ、僕が当たったから、うん。そうそう。僕が出てきた。大丈夫で。で、コメディでとりあえず、長番長番っていうの、なんていうのあれ、長…長つべ、長つがい、長番ね、長番、長番で書いて、長つべって言うの。嘘、長番で書いて、長つべって言うもんですよ、あれ。嘘、あれ、長番で書いてあるけど、あれで長つべって言うの。本当に俺も知らんかったで。ほんまそれ。あ、ありがとうございます。すいません、どうも。いただきます。お召し上がりください。なんか吹きの塔がいっぱい出てない、あれ、ひょっとして。おお、吹きの塔だ。吹きの塔がいっぱい出てる。竹杉じゃん。なんかそれっぽく見えるから不思議じゃね、こうやって吹くと。じゃーん、いいねー。カンオケみたいな。カンオケ同じこと思った。1個ぐらいにしてる。1個ぐらいだな、やろう。最初だ、うん、ここがでも3、301やな。301、310、310。オッケー、失敗しました。こんな状態で切らないかんとは一番悲しいことやで、これ。やった、斜めた、はい、オッケー、斜めた、ね、だいぶ内入っちゃった。はいよ。いや、もう何回目これ抜くの。こうなってから、あの握りがいがんとるんやろな、ちょっと。いや、多分おっちゃん斜め得意だと思うけどさ、うん、うるせえな。斜め王の、うん、奪い合い。まあ、みんなが、うん、みんなが、たまにはまっすぐ行ってみたいもんやな。いがんどる人が作っとっていかんねん。曲がっててもいいよな、これは、うん、ここは。
よいしょ。シャラーン。伸ばし伸ばし。いいやん、ほら。ふふ。嬉しい。ええー、じゃん。で、基本これで段差が、なしというね。ここにマット引いちゃえばもう、パーフェクト。うん、今日は両方完成は無理でした。残念ながら。